話しに来てんやからな、時間の調整で駅の時間の調整の話しに来てんやから、その取ったってしゃあないね。どうすんねんやって言ってんねん。誰と話してんねん、時間の調整をしてんねんやって言ってんねん。あ、もしもし、あのちょっとあの絡まれてしまって俺は頭おかしいんか、何が絡まれてしまって時間の調整をせえって言ってんねん、話できへんのか、自分も話できへんのか、時間の調整をな、駅やから時間の調整せんと、まあマイク使えへんで、俺はマイク使えへんけど、だったら自分らようさんおるやろ、せやからずらーっと並ぶやんか、せやからどこ立とうかなと思って時間と場所の調整をしてくれって言ってる。いや僕ちょっと分かんない、分かれへんの、はい、ほんでなんで警察電話してんの、バカじゃないのこいつ。そうですね、大人になってな、もう税金使うな無駄に、はい、頭おかしいんじゃんか。そうです、時間の調整をせえって言って、高平やって言って、高平って言え、50歳ぐらいだと思います。55や、高平やって言って、はい、高平って言えって言ってんの、はい、頭おかしいんか、はい、ほんまに。長堀に電話せや、電話するんやったら。特に持ってないです。あ、はい、大丈夫です。あのね、ほんまに、もう頭おかしいんちゃうかと思うんやけど、これよっぽど怖いんやな、俺のことがな。はい、ほんまにね、いや、そないして、それやるんやったら、止めるんやったら、俺今ここで車持ってきて喋るで、マイクで。はい、もう、喋るのやめんねんな。これ何、これ何だ、塾って今やってないの、はい、もう閉めたの、塾。今日はクローズです。今日が休みなだけ。いや、でもしばらく空いてないですね。あ、そうな、はい、あ、そうです、はい。これ、どこの土地な、ちなみに。はい、すみません。まあ、喋ってる間はええけどな、はい、失礼します。時間の調整をせえって言ってんねん。時間、駅で当分ここで立ってるから。いやいや、当分って何時までどないすんねん。え、何時から来たの。いや、ちゃうよ、何時まで自分すんねん。さっきやってるから優先権があるからな、うん、聞きに来たってんねん、なんか。来たってる、来たってるんやねん。いや、どないすんやって。俺もう早行きたいんや、まあ、8時まで使われへんのんやな。じゃあ19時半までここですんの。ほんでその後はもう行くわ。もうどっか行くんか。あ、分かった分かった。初めからそなして言わんかいや。ほんでポリ来たら言うときや、高平やって言って。ほんでしょうもないことにな、お前ポリ来たら税金使うんやぞ、うん、喧嘩腰やから。怖かった。何が喧嘩腰や、そんな喧嘩腰や、私言いましたっけ、うん、何が喧嘩をしたい、具体的にどうぞお答えください。それ何が喧嘩、俺撮ってるから取り出したんやで。初めからカメラ持ってきたか。来てないやろ。カメラが初めから俺こないして構えてきたか言うてんの。来てないの。藤原が取り出したから、だからこないして撮ったってるんやないか。何を言ってんの自分だ。何か喧嘩をして言うたら具体的に言うて。何が具体喧嘩をしな、今のこの感じで。それは自分のあんたの主体でしょ、主観じゃないの。あ、でもちょっとなんか映ってるので、なんここで何な、俺は時間の調整してるんやで。いや、あ、関係ないんで、はい、関係ないの、はい、これ邪魔になっとるわ。高平さんとまた関係ない方です。私は知らん方ですよ、はい、はい、なとてそれどないしたんや。高平チャンネル送ってきてくれたら、高平チャンネル載せた方がやな、自分宣伝になるんちゃうかやってね。宣伝したったやろ、フェイスブックでな。大丈夫か、ほんま。これ時間の調整もできへんのかい。ほんま、こんな人間がですね、話もできへんようなこんな人間が議員でやってええんかと思うんやけどね。まあ7時半やな。分かった分かった。もうちょっと後に7時半過ぎてからまた来るわ。はいはい。